先生はもともと例えばまあ、小学校とか中学校、まあ、子供の時とか学生の時に研究者になりたいと思ってましたか？いいえ、全然。それは、今のそのドクターまでとか行って研究者になったいきさつっていうのはどういうところにあるんですか？まず、福祉工学のところに行ったというのが一つですね。それから、そこの研究室の雰囲気が良くて、博士の人もいたんですよ、その時に。D2 と D1 かな、私が修士の1年で入った時、D2 と D1 の人がいて。で、まあ、当然その私の一つ上の M2 の人もいて、その研究室の雰囲気がですね、すごく良くて、あ、博士も楽しそうだなと。就職のこと全然考えてませんよ、なので。なんか、あ、博士楽しそうやなと。で、残ったというのが、今に続くなるほというど。ことですね。先生が例えばそういう、こう進路を決めるときでも、まあ、今でもいいんですけど、なんかこう影響を受けた先生とか、まあそのまあ、なんかの仕事とかでも、事柄でもいいんですけど、なんかもしもあれば。影響を受けたのは、私の学生の時の指導教員ですね。やっぱりすごく頭が柔らかくて、いろんなことをこう組み合わせて、考えられるっていうのは、あと対極ですね。対極を見ろとよく言われましたけど、まあ、それはその通りだなというのが今よく分かってますね。あとは、まあ、私の上の、まあ、当時博士の学生だった人ですね。優秀だなと思って、あ、こうなれればいいなと思いつつも、今なってないんですよね。その先生もまだ今現役で、やられてるんです。私の指導教員はもう、今何になってんだろうな、退官されて、特任教授かな、になってますね。もう結構いい年なんでね、もうそろそろ辞められると思うんですけどね。でも博士の時の先輩の人もまだは、いらっしゃる。今、産総研で勤めてますね。なんか結構やっぱそういう環境というか周りの人たちの影響結構大きいってことですよね。そうですね。博士、修士博士でいた時の研究室の人たちは結構アカデミックで残ってますね。就職あんまりしてないですね、今よく考えると。